ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がレンジローバーオートバイオグラフィー2020年式5200キロのこちらの車両になります。やってきました。はい、レンジローバーといえばもうオプションだと思うんで。そうですね、はい、今回その辺をそうですね、詳しくやっていきたいと思います。まあ、ちなみにこの個体は、3000ディーゼルのオートバイオグラフィーということで、市場にはなかなかレアな組み合わせのお車です。豪華装備でエコーエンジンがついているという。そうです。もうちょっと早いもの勝ちになりそうな。まさにそうですね、組み合わせですね。はい、そんな車を今回ご紹介させていただきます。で、今回ご紹介させていただくのは、まあ、標準ボディの。そうですね、ロングホイールベースじゃない方ということで、はい、使い勝手は、ね、ただそれでも、まあ、5メーターは超えてますからね、はい、か十分でかいですけど、はいはい、そしてボディカラーがこれユーロンホワイト。ユーロンホワイト、はいはい、覚えられません。まあ、白はソリッドとこのユーロンホワイトの2色の設定ですね。あとはパールがありますけど、まあ、いろんな設定があるんですよね。そうですね、色も、はい、で今回かなりこのちょっと青みがかったかなり清潔感のある綺麗なホワイトになってます。であと外装なんかももう本当にいろんなオプションあるんですけど、今回のものは全部スタンダードっていう感じですかね。そうですね、はい。まあ、ちょっとシャドウパックでこのトーンが落ち着いたものとか黒いものとかいろいろありますけど、なんかこの辺もボディカラーに合ってる感じの、うん、こんな感じになっております。あとオートバイオフグラフィーってことなんで、ピクセル LED のヘッドライトが標準装備、はい、あと今回の車はフォグなしです。フォグなしでいいと思います。はい、まあ必要ないですからね。はい、はい、こんな感じになってます。でこっち行きましょうか。はい、ホイールが1インチアップの22インチ、オプションの22インチですね。オートバイオグラフィーだと標準21インチ。21インチです、はい、それがオプションのこちらのホイールになってます。これもなんかちょっといいですね、爽やかで、うん、でもう22インチが普通に履いちゃうというこのボディのデカさを物語ってますよね。全然大きく見えないですからね。あと当然のエアサスペンション、今一番下がってる状態ですかね。そうですね、はい。であとはこの辺なんかも全部細かく設定ができるという、はい、デザインの違い、色の違い、まあいろいろあるんですけど、今回のは一番標準のタイプ、うん、まあ、非常に爽やかですね。でもレンジローバーの、まあ、特徴的なこう部分はちゃんとこう世代的に進んでも残ってるっていう、アイデンティティってやつですね、はい、もう横から見てパッと見てレンジローバーだって分かる、そんなデザインになってて、あと装備関係はソフトグローズ、ちょっと内装紹介で触れますけれども、その辺なんかもしっかり全席ついてる感じです、はい、であとはルーフの色なんかも選べるんですよね。そうですね、コントラスト、はい、なんですけれども今回の場合は同色のボディ同色のルーフという標準的なものになっております。だから外装本当にちょっと組み立て方上手というか、うん、変にあの最近のこうブラックアウトとかに走らずにさらっと本当に爽やかな仕様になってます、はい、だとテールがもう後期なんでかっこいいです。でマフラーカッターなんかが後期になると全車標準でついてくる、うん、パッと見マフラーレスに見える感じで、ただ覗くといいですよね、はい、あとはオートバイオグラフィーのバッジが見ちゃいますよね、後ろからつくとさりげなく主張してる感じですよね、はいはい。まあ、ちょっと3代目なんでバババッという紹介順で外装の紹介になってますけど、はいはい、続いてちょっと中見てみたいと思います。じゃあ続いて内装は、はい、当然のソフトクローズ付き、はい、後ろも後席ですね、ついております。もう超高級車、はい、そして開けると内装もまた種類いろいろあるんですよね、うん、今回の車はエボニーでしたっけ。アイボリー、エボニーアイボリー、まあ、要はこのシートの色とダッシュボード上側下側でいろんな組み合わせがあると、うん、だからもうレンジローバーはもうなんか雰囲気で買っちゃダメですよね。そうですね、ちゃんと全部どういう仕様になってるのかっていうのを確認して買わないと、うん、同じ個体でも本当にいろんな種類があるという、もう高級感いいですね。この組み合わせはでもいいと思いますね、はい。まあ、汚れやすいというかやっぱりシートなんかは、うん、はい、へたりなんか見えますから、ちょっとダーク系のダーク系、まあ、あとダッシュボードも映り込みがあるんで、あそこは黒くダーク系の方が運転しやすい。確かに明るい色を持ってきちゃうとこうフロントガラスに反射しますからね、うん、あとウッドもいろいろ種類があって、はい、確か7種類ぐらい、うん、これがウォールナットですかね、うん、ちょっと渋めのちょっと木目がちょっとまだらになってる感じの、
こんな内装になってます。でドアは全部ここまで全部レザーですかね。であとこの充実のシートの調整、はい、オートバイオグラフィーになると24ウェイ、はい、数えるのがいらないです。いや、はい、いるんです、いるんです、はい、いるんですね、はい、数えるのが大変な感じ。でもシートがちょっと合わないとかない、うん、細かく調整できちゃうと、もうお手本のような高級車です。あとメリディアンのサウンドシステム、サラウンドサウンドシステムでした。標準の標準というかもうオートバイオグラフィーになると標準装備、そうですね、はい、その上にさらにシグネチャー、はい、70万円ぐらいのオプションありますけど、うん、まあ、まあ十分です、はいはい、なくても十分の質が楽しめるんじゃないでしょうか。でステアリングも今回の車ウッドレザーもあるんですよね、はい、まあ、この辺は好みかもしれないですけど、かなりこの辺高級感があっていい感じじゃないでしょうか、うん、ちょっと早速乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。で内装はまずシートが、はい、もうソファーじゃないですかこれ、うん、でもとにかくゆったり、座面も背中もサポート全然張り出してないので、うん、しっかりホールドしてくれるし、レザーの質感最高です。いかがですか月村様。なんつうのシートの厚みを感じるっていうか、確かに分厚いものにこうふわって座ってる感じが、うん、ほんとなんかこう質のいいソファーに座った感じの感じがいいですね。 でこれですよね。そうです、はいはい、やってきました。月のおすすめポイント、月村さん一押し、この微妙なアームレストが非常にちょうどいい、このどでかいこのこれがついてるのにもかかわらず、うん、こっちじゃなくてここにこすって乗せられるのがで、まあ、高さもこう調整できますんで、確かに脇開かなくていいってすごくいいですよね、うんうん、非常に使いやすい。これが意外にね効くんですよ、はい、さりげないですけどこれおすすめです。でヘッドレストなんかももうふかふかのやつです、はいはい、でダッシュボードも当然全部レザーです。ちゃんと助手席のシートポジションも、はい、細かく作れる。本当に細かいですよね。で座面のだってこう長さというか、うん、もう全部調整できるという。なんていうのこう 座長っていうの言わないのかな。座長とは言わないのかな。いや、わかんないですけど。前に出る後ろに下がるだけじゃなくて、こう座面の大きさ自体がなんか変えられる感じ、うん。非常に細かく調整できるタイプになっております。でハンドル先ほど触れましたけれども、ウッドとレザーのコンビ。レザーの質感非常にいいですね。でこの辺がエンジンかけると表示が出るタイプですよね。そうですね、いろいろ操作ができちゃうと。でパドルがついてて、まあ、この辺レバー関係こんな感じです。でオンにしてみましょうか。もうちょっとこのディーゼルサウンドはあえて触れません、うん、はい、試乗の時にちょっと詳しくレビューしたいと思います、はい、でメーターはこのフル液晶のタイプ、はい、こんな感じになっております。でちょっとこうアナログのクラシックな表示なんで非常に見やすいんじゃないでしょうか。でこの辺のモニターですよね、はい、これが物理キーがほぼないので、そうですね、まあ、ちょっと好みが分かれるところ、はい、月村さん的には物理キーちょっと残しておけよと、もうちょっと残しておいていただきたい。ただ物理キーがないおかげでもういろんなことができちゃうという。逆にそうですね、いろんなことができる。この内容を物理キーにしたらとんでもない数のボタンになりますよ、ね、逆にわざらしくなっちゃうけどね、はい、そうですね、はい、そしてシートは当然ベンチレーション、シートヒーター両方ついてて、マッサージもついてるという。マッサージも種類がいろいろあるという、もう至れり尽くせりじゃないですか。わー来ました、はい、高級すぎます。であとはメディア関係ナビなんかも今時の非常に使いやすい感じのナビになっております。であとカメラもドライバーパッケージでしたっけ。そうですね、はい、ついてるんで、サラウンドビューのカメラもついてて、バックのアシストもついてて、ブラインドもついてて、うん、はい、だからもう全部ついてる。全部ついてます。あとバックした時のこう見えないとこからの車なんかの警告も全部ついてる、はい、であとはこの辺ですね、はい、ドリンクホルダーと、僕恥ずかしながら知らなかったんですけど小物入れがついてると。結構深いですからね、かなり容量があります、はいはい、ちょっと隠しな感じがします。そしてこの辺ちょっと評価が分かれるシフトと、うん、はい、あとオートバイオグラフィーになると、車速一定に保つやつとか、うん、あとは走行環境に応じて自動で調整してくれる機能なんかも全部ついてくる、はい、これですね、はいはい、この辺なんかもついてくる。オートテレイン、あと車高の上げ下げ、あとサイドブレーキで
肘掛けの中はこんな感じで2段になってて、はい、かなり深いです、うん、500のペットが2本ぐらい入っちゃうんじゃないかっていうぐらい。そして USB マイクロチームか、はい、入るようになってます。であとベダルはもう本当にイギリス車なんですけど全然癖がない。若干ちょっと、まあ、でもブレーキがちょっと左にオフセットしてるかなっていう感じがしますけど、もう本当に違和感のない感じのペダルレイアウトになってございます。で今これマットがゴムマットですけど、他の席と同様普通のモケットのマットもございます、はい、であと天井に行くとこのスウェード調の明るい、これも天井の色々いろいろあるんですよね。そうですね、黒にグレーに、まあ、この選択は正解ですね、はい、この下側の色と合わせてアイボリーの、はい、クリーム色のこのスウェード調の天井になってございます。でまたいいのはこのサンバイザーもちゃんとその同じ素材なんですよ。ベンツとかでも結構ビニールだったりするじゃないですか。でちゃんと SUV っぽくこう、はい、2枚ついてますからね、はい、でオートバイオなんでこのどでかいアクタイプのサンルーフが標準装備ってことで、もうただでさえ広い車内がもう開放感がめちゃめちゃすごいです。いやもう高級車、高級車です。いいですね、はい、最高です、はい、もうとにかく広いですね車の中。多分このトリムのカラーのこともあって多分こう広く感じるというか、確かに明るく感じますよね、明るく広く感じますね。シェードも電動です、はい、だからもう SUV の形してますけど普通になんか高級車、高級セダンみたいな、うん、そのぐらいの装備ですよね。S クラスとかにも負けない感じの、まあ、イギリス王室御用達なだけはありますよね。砂漠のロールスロイスですからね、はい、こんな感じの内装になってます。じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。後ろがまた豪華、まずこのシートですよ。だいたい SUV って言ったらちょっとベンチっぽいフロントの座席よりこう、うん、ちょっとタイトなシート多いですけれども、フロントと変わらないじゃないですか。そう、このたっぷりさ、この厚みですよ、この背中も。そして調整がもういわゆる一般的なパワーシートの調整、そうですね、もう全部ついてると。で座面の前後 もう当然ついてる。そこだけ見るとリアドアには見えないよね。わかんないですよねちょっとフロントがだってこのぐらいの調整の車って山ほどありますよ、うん、でリアシートのリクライニングもしっかりついてて、でサポートの出したり引っ込めたりもしっかりついてると。ちょっと乗ってみたいと思います。ちょっと乗り降りが僕の短い足だと若干よくおしょった感じ。そうですね、電動サイドステップをつけたいです。そして乗るともう余裕です、うん、膝もそうだし天井も拳1個分ぐらい、僕175ですけどしっかりあります。ショートボディでも十分ですね、ですね、はい、ロングホイールベースどんだけ広いんだって、どんだけ広いんだって話ですね。もうそのぐらいのスペースです、はい、で装備的には当然の4ゾーンのエアコンがついてて、もう全部ちゃんと2個ずつあるわけですよ、うん、シガもそうだし USB の出力も2系統ついてると、はい、で後ろもしっかりシートヒーターとベンチレーション、押すとこんなシート、はい、調整ですね。こっちか、この後ろもベンチレーションですよ、うん、すごくないですか。でさらにすごいのがそっち側なんですよね。助手席の後ろ側の席はフロントシートをここでこう操作ができると、まあ、一発でこれを押せば消波カーになると。特等席じゃないですか、はい、で足組めますね。ヘッドレストも下がってちゃんとこう視界が妨げられないと。確かにちょっとこうただシート前にするだけじゃないんだぞと、うん、ちゃんと乗るところを考えてるという。そしてサンルーフのシェードなんかもそこで閉められるんですよね。はい、ね、すごーい、はい、で当然マップランプなんかも、うん、もうこう上を触る感じじゃないんです ね、はい、マップランプもこうちょっと暖色系に、はい、こう昼間だとちょっと分かりづらいですけど変えられたりとか。そうですね、そんなのもついてると。明るさも調整できたりとか。であとすごいのはこれですよ、月丸さん、はい、はい、いいですか、ポチッと電動電動であるかどうか、必要なのかどうかはちょっと謎ですけど、はいはい、すごい、もうなんか本当に S クラスとかじゃないですか。そうでこの2段の小物入れがついてて、はい、すごいね、すごいですよね。でこれですよ、
ウィーン、最高すぎます。これ、ここがこれでカップホルダーが、はい、早く置きたいみたいな、はいはい、確かに熱々のコーヒーとかだったらちょっと熱々熱々熱々ってなっちゃいます ね。こんなのもついてると、うん、でこれ戻すのもすごい最高です。でこんなのがついてるんですけど、しっかり5人乗りなんですよね。そうですね、はい、なんかそっちにもボタンでしょ、はい、こっちにもボタンあるんで、ここでもヘッドレスト伸ばしたりとか、はい、縮めたりもできると。で座面の調整も本当に細かく、これ今起きてる、一番起きてる状態ですね。で座面もこれが今一番引っ込んでる状態ですね。だからもう本当に拳1個分以上全然スペースがあって、うん、シートも割と標準的な SUV の角度って感じです。それが一番倒すと、一番倒して一番座面を出すと、もう新幹線の一番倒したシートぐらい、いや全然楽でしょ。普通に大人寝てきますね。最高です、はい、こんな感じのリアシートになってます。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクはもうレンジローバーといえば高額タイプの上下2段開きと、そしてフル電動でございます、はい、でこの高さの設定なんかももちろんできて、そうですね、はい、でなおかつここできめ細やかにシートを倒したりだとかもう全部できちゃうと、はい、高さの設定はボタン長押しなのかしらだったと思います。そうですか、はい、はい、このままできちゃう。だからこれ高さの制限があるところに駐車するときはもちろんなんですけど、その女性の方とかでこう背の低い方とか届かない、そう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 、ときは、うん、これかなり役に立つ。そしてこのふかふかの内側ですよ、はい、ここに至ってはレザーという、うん、でハードタイプのこのカバーもついてて、うん、ここですかね、はい。では今回の車ちょっとブレーの忘れちゃいましたけど、はい、ドラレコも前後で漏れなくついてくると、はい、こういうのも後からつけたら結構しますから。そうですね。そしてこの下にはスペアタイヤがこんな感じでついております。でこの使用感のなさ、そうなんですよ、今回の車5200キロということで、うん、もう非常にコンディションも良くって本当に使用感、はい、ほぼない、うん、そんなトランクになってます。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい。改めて考えたらレンジってびっくりですよね、うん、だってグレードでエンジン選ぶんですよ。そうですね、意味が分かんないですよ。なので、この車は V6 ディーゼルのオートバイオグラフィーですね。あとはまあエンジンモデル、エンジンとしては 2リッタープラスモーターのバイブリンハイブリッドと 5000cc V8 のガソリンエンジンの 5000cc V8 もパワーがすごく出てるやつと超出てるやつの、はい、そうですね、二段構えという、はい、で本国はもう1個あるんですか。V8 のディーゼルが確かあると思いましたけどね、まあ、日本はないですけど、はい、だからもう車のグレードと積んでるエンジンがバラバラという。そうですね、 S63 だけど63エンジン積んでないのもあるかもしれないっていう、うん、でもこの中古車を買うときにやっぱりこう経済性とか、まあ、予算とかもあるじゃないですか。そういう意味では3000でディーゼルでオートバイオグラフィーって多分相当ベストバイな確かに感じの、ね、こう装備は豪華装備がいいんだけど、はい、ちょっとあんなにフルパワーなエンジンいらないな、燃費悪いのちょっとなっていう方にはもう最高じゃないですか。最高だと思いますね。特にこう大きいボディとか重い車重が重い車とかはディーゼル相性いいですからね、うん、ネットで見ててもあのディーゼルのボーグあたりはちょこちょこあるんですけど、オートバイオグラフィーはまずないですから。なるほど、はい、じゃあかなり珍しい、もう早いもん勝ちです、組み合わせで、はい、月村さんおすすめの、おすすめです、1台なわけですね、はい、で馬力の方が285馬力、258馬力、トルクは61キロぐらい出てるということで、そうですね、はい、もう2トン余裕で超える車体ですけど、もうぐいぐい走っていくんじゃないかと、うん、この後ちょっと試乗してみたいと、ちょっと乗ってみましょう、はい、ただロマンをちょっと求める人にはちょっとこのスカスカのエンジンルームがちょっとそこだけかなっていう、はい、全然そんなビジュアル関係ないよという方であればもう全然 OK じゃないでしょう、はい、ただ逆に整備性はめちゃめちゃ良さそうそう、ね、ベルト交換とか秒でできそうです、はい、もうテンショナーさって解除してささって
ちょっとクイックでやるんで5分ぐらい待っててくださいって、そんな感じのレイアウトになってます。続いて前方周り見てみたいと思います。お願いします。続いてエアサスの上げ下げも見てみたいと思います。お願いします。レンジディーゼルなんで、そうですね、はい、ちょっと勝手が、普通のガソリンは名古屋店で乗らせていただいたんですよ、うん、はい、うわでかい、でかいです。よいしょ。で何がいいってこのエアサス速いのがいいですよね、うん、何かにつけて速いんですよ、シートヒーター、ステアリングヒーター、温まるのも超早いし、うん、うわしっとりしてるな。これレンジやっぱりステアリングのフィーリングがすっげえ独特っすね、うん、ディーゼルの、はい、なんかディーゼル感が少ないっていうか、乗り出した感じの時とかも思うんだけど、軽々しくないっていうか、ただやっぱり以前アリーナ店で X6 の 35D か、うん、乗らせていただいた時もそうだったんですけど、やっぱりハンドル握るとちょっとディーゼル感感じちゃうんですね、うんうん、ハンドルにこうダダダダダって、うん、ただペダルは全然来ない、うん、レンジの場合どうしてもこうアイドリングで止まってる時のこの振動がハンドルはちょっと結構きます、うん、音はあんまり聞こえないですね、うん、いや音全然聞こえないですね、うん、まあでもかすかに、まあ、若干ね、はい、うん、そして出足がいい、よいしょって感じしないですね、うん、わわわわわわ、すげえトルクありますね、うん、ちゃんとなんかレンジの重厚感を感じながら、感じます感じます、これちょっと5リッターがあるんで、うん、ちょっと物足りない感出ちゃってますけど、うん、なんか見た目というかその、うん、カタログ上だけ、うん、全然十分ですね、うん、すごくないですかと思って、うん、このトルクですよ、ぐわーって、いや全然十分ですよ、超しっとりいいよね、いいです。いやちょっとの僕もこの間ちょっとポッと乗った時に、あレンジのディーゼルいいなと思って、いやめっちゃいいっすよ。最初は、はい、こういろいろこうオークションとかいろんなところで仕入れのアンテナを張るときに、まあ、レンジローバーましてはこうやっぱりランドローバーの中のトップグレードなわけじゃないですか、レンジローバー、それをディーゼル買うのってどうなのって正直思ってたんですよ。なので仕入れも、いやレンジローバー買う人はディーゼルなんか買わないよなんて思ってて、ガソリン中心にこうアンテナ張ってたんだけど、いざこうやってこう、まあ、たまたま入ってきてディーゼル乗ったら、あいいな、印象でございます。これもう全然別にこう売りたいからどうするんじゃなくて、うんうん、本当にいいですよね、うん、自分で乗るんだったらもう全然ディーゼルでいいし、うん、むしろそう、燃費もいいし、ガス V8 のね、あの5リッターでグイグイ行くのもまあ確かに確かにいいんだけど、
で乗っちゃうとそんなにディーゼル感がないです、うん、ほぼない、うん、本当に低速のちょっとこうメカノイズとアイドリングの時のこのステアリングのフィーリングだけです、うんはい、もうシートも良すぎてこのシートに伝わってくるディーゼル感もないしペダルに伝わってくるディーゼル感もないし多分思うんですけどステアリングのこのフィーリングがちょっとこのレンジってこうぬるぬるじゃないですか、なんかめちゃめちゃしっとりしてて、うん、逆になんかこう細かい振動をなんか気がついちゃうというかしますね、うん、いいなでこの装備じゃないですか、うん、だって本気のオフロード性能ももちろんついてるわけですよ。そうですね、はいはい、これでキャンプ行ったら最高ですね。キャンプね、はい、これでキャンプ行くなんてなんて贅沢なんでしょう。グランピングの方じゃなくてちゃんとキャンプの方です、うん、ちゃんとキャンプね、はい、火も自分で起こす、そう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 起こす方、これやってみたいですね、うん、これいいわ。だってもうなんかあこここうかみたいな、ないっす、キャンプ場でヒーローになるね。確かに、うわレンジローバーでキャンプ来てるわ。確かに名古屋店はあの飯村店長それ目指してましたけど、ね、作ってましたけどね、お客様の車で。なんかあんまりここがっていうのないっすね、うん、まあ、唯一強いて言えばこのスタートボタンもちょっと寂しいかなっていうぐらい寂しくありません、なんかちょっとねメルセデスみたいなのこのグニャグニャって言うんじゃなくていいですけど、なんかもうちょっとこう色気のあるスタートストップボタンにしてほしかったなっていう。もうこれ最高ですよ。いいよね、広い、うん、でこのサンガラスサンルーフも、うん、開くんですよ。いや撮影者これっすね。毎回いい SUV に乗ると言うんですけど、撮影者これだったら最高です。あとはこのデカさだけっすね、うん、ただサポート系全部ついてるんで多分この取り回しで困ることはおそらくほぼないんじゃないかなっていう、はい、ただちょっとこう大きいの乗り慣れてないとやっぱり、あとはこの四角いボディなんでなんとなく想像つきますしね、うん、そう、あの見切りは悪くないのでレンジローバー、このガラスの面積も広いし、確かにあのラングラーみたいにこうフェンダーがボコって出てたりとか、うん、バンパーがこう出てる感じじゃないんで、うん、まあ、この辺のサポート関係もあって車の形もあれば割と、うん、使えるんじゃないでしょうか。すごいっすよね、うん、また液晶の質がいいんですよ。そうだね、映りもね普通イメージはそれで、今日みたいなちょっと暑い日は押して、はい、ベンチレーションで、そうね、ここの押してシートコントロールって言いますかね、ここ押すと今度はシートのシートヒーターとベンチレーションの設定ができると。いいですね。そして今ただいま燃費計が 8.7 キロですけど、これはあれですよね、もう街乗りというかもう改装とかでどんどん、うん、はい、ちょこちょこっとしか使ってないので、でこれ高速だったらもっと伸びるわけですよね、うん、まあでもディーゼルエンジンでこの車体でだとまあバカみたいに伸びることはないですよね。まあまあまあ、うん、だって街乗りに乗りやすいんですよ、この低速からこうグッて前に出るんで、グワ、うん、ーっていうのないですもん、うん、2.4 トンの車体は感じないね。感じないですね、全然、うん、で、月村さん的にはこの方からすごくなんか故障が少なくなったという、うん、まあ、セールス的にもありがたい。この後期型はうちもそんなに扱ってないけど、前期型からこのモデルになってからは。なるほど、うん、それでも重要ですよね、うん、確かに。グリップとかもちゃんとレザー巻いてるんですよ、まあ、ローバーですよこれが、はい、超高級車です。でなんかこう他のメーカーがこう SUV で高級なのを作ってきてもちょっと違いますよね、うん、毛並みが違うというか、なんか X6 とかめちゃめちゃ高級でうわすごいなとか思ったんですけど、 X6 じゃない、X7 か、うん、やっ
ぱりレンジローバーはこういわゆるコンサバティブな、はい、その正常進化していってる感じがですよね。こう木をてらわらないっていうの、うん、確かに、うん、もう超ゆったり。ちょっとじゃあマッサージをウェーブでマッサージソムリエなんでちょっとレビューしますね。こっち、ああこれ今腰から上に玉が移動してこう下からこうなってます、うん、最高ですで他にもマッサージは種類があるって、もうパルスディオこれか、あこれ今右側だけこう出てる感じです、うん、あで左側が出てきて、これでも本当にレンジはあれですね、車見て買わないとダメですね、うん、細かく色もそうだし、外装の仕様もそうだし、内装の色もそうだし、そうですね、今回の車いいっすね、本当に、うん、触れるところはちゃんとこの黒いレザーになってて、他がこのアイボリーでまとめられてて、ちょっと今狭い住宅街の方に入ってきましたけど、さすがにちょっと車の大きさは感じますけど、不便さは別に感じないです。そもうめちゃくちゃ乗り心地いいっすね。いいよね、改めて乗ると、うん、だってマンホールとか分かんないっすよ、うん、踏んでも、うん、今これマンホール踏むじゃないですか、うんうん、音なかったら分かんないっすよこれ、うん、ふわふわ超しっとり、この辺ちょうどドイツ車とは違いますね、全然違いますね。味付けだよね。でもドイツ車乗ってる方が乗ったら多分びっくりしますよね、うん、ちょっと交代しますか、月村さんレビューを、はい、やっぱりディーゼル毛嫌いしちゃダメっすね。そうだね、なんかもう排気量とちょっと気筒数は多ければ多いほどいいなんて思ってましたけど、うん、盛り出しも、うん、ちょっと本当静かすぎてディーゼルって分かんないですよこれ本当に。だからそのグワッて踏んだ時とアイドリングの時と、うん、低速で踏んだ時とそれぐらいですよ。しなやかですね。しなやかっすね。あなんか高級車に乗ってるって感じするよね。しますよね。車の挙動もそうだし、このステアリングのフィールもそうだし、でまた僕好きなのはレンジちゃんとブレーキ効くんですよ、うん、大きい SUV ってなんかちょっとこうブレーキ頼りないのとかたまにあるじゃないですか、うん、全然ないという。このちょっと道が悪い下道でも、ちょうどこれでもこうやって撮るとデカさが伝わるっすか ね、幅が1980っすか、ギリギリ 2m には届かないという、うん、これでもディーゼルでも本当にメーカーによって全然違いますね、うん、最近のメルセデスのディーゼルめっちゃいいんですよ。そうだね、350D とか、うん、すげえいいなと思って、この間ちょっとあの機会があって1日丸1日ぐらいですかね、押していただく機会あったんですけど、まあ、これは350売れるわと思って。ただまあ求めるもの違うかもしれないですけど、でも350とか 400D をあのプレミアついて、ちょっと僕らが言うんですけど、ね、だったらこれを買った方がもしかしたら幸せになれるかもしれないって一生思っちゃいました。だって 400D とか今すごいらしいですね、うん、値段上がっちゃって。
だって一緒に動画撮らせてもらったタレントのゆいさん、うん、もう 400D なんか納車になって、うん、で結局今プレミアついて1800ぐらいするんですか、ね、あもう400万ぐらい高くなっちゃってるとかって、今買ったら儲かっちゃうんですよみたいな、今売ったら儲かっちゃうんですよみたいな話してましたけど、そのプレミア出して買うんだったらその値落ちしてくるまでこれ乗っていれば、まあ、でもこれも下がるからな。でも暴落しなくないですか、うん、レンジってぐわっとわ、ちょっとあのビーム7シリーズみたいなこうちょっとこう何ですか、落ち方はしないじゃないですか、うん、レンジローバーそうね、やっぱり値段残るし、うん、台数もそんなに多くないですからね。どう切り替えます？ちょっと何か言いますか、ね、はい、いいなこの車でっかいの好きじゃないけどこれはいいと思うな。TR モードを選択します。十分ですな、はい、いやレンジディーゼル悪くないよ。買います、エコ、いやトルクありますね、全然十分な加速、砂地砂利、もう僕よくわかんないのがこの砂地草地砂利雪の隣が泥わだちっていうこの違いがよくわかんないですけど砂地プログラム、オートにしとけば間違いないってことです、うん、うわもう典型的な SUV のこのふわふわした感じ、船こぐ感じ、うん、なんですけどめちゃめちゃ乗り心地がいいし、うん、しっかりしっとりしてるっていう、で今なんかとんでもないところに月村さん向かってますけどまさかのこの河川敷の、はい、向こう側の、うわ確かに、でもこういう傾斜とか、うわ超パワーありますね。もうね、グイグイって上がるよね。うわそしてこの、ちょっとこの R がきついというか、ところも、小回りもちゃんと効くという。こっち行くんですか？砂地になっちゃうんですよ。砂地になります。砂地になってあそこの教習所のとこ出ますよ。後で戻ってきます。その辺で言っていいなこの車。買っちゃいますか、じゃあ。ダメですか？高いです。やってまいりました、砂地。うわいいですね。一応ね、商品車なんで。はい、いやこれファミリーカーに使えたら最高ですね。キャンプ行って、買い物行って、旅行行って。後ろでだって大人も子供も寝てきますよ。そうだね、うん、ちょっと恥ずかしながらうちのファミリーカー家で使ってる車は某国産車なんですよ、うん、もちろんシートも倒れないしベンチみたいな公園のベンチみたいなシートだし、うん、リクライニングもしないし神さんも子供も信じられない首の角度で寝てますよ絶対体に良くないだろうなっていう、もう最高です。このでもディーゼルの良さにびっくりしましたね。そうだね、ちゃんとトルクがあってね、軽々しくないんだよね。確かに画
ってる感ないですよね、うん、ディーゼルが。若干ね音はあれだけど、でもこう踏んでた時だけじゃないですか、うん、あとアイドリング。ちょっとディーゼルこう食わず嫌いな人でもちょっと乗ってもらいたいですよね、うん、あ意外にいいじゃんっていう。でメディア関係はテレビ、あとメディアライブ、これ USB とかですかね、うん、あとラジオがついてて、でシートもここの前の席から全て展開、全て折りたためできちゃうと、うん、だってこのモニターも若干こうなるんですよ。そうだね、この気遣いですよ、うん、別に最初からこうでいいだろうって思うんですけど、うん、ちゃんとこの辺も全部できちゃうと。あ、これ一番最初に何出るかっていうのも設定できるんですか。あ、そうなんだね、はい、あ、スタート画面エアコンにするのか非表示にするのかメディアにするのか前回の使用状況、あ、前回の使用状況とか便利ですね、うん、全部できちゃうと。欠点は何ですか、あえて言うなら。でかい、ちょっとでかいですかね。ただレンジローバーってやっぱりこのサイズがないと重量税が高い、うん、確かにでかさ問題はありますねこれ、うん、駐車場幅はねどうしても日本のそういう駐車場事情とかだと。確かに、ただもう今どの輸入車もね軽く180以上あるからね。ありますありますね、確かに。デザイン的にも飽きこないデザインだし、確かに、うん、なんかこうデザイン攻めてないですもんね、うん、ダッシュボードもそうですけど、うん、ちょっと何だったらこの伝統的なちょっとクラシカルな雰囲気を感じるぐらいのこのダッシュボードとか、ちょっとこの辺のナビ周りがあれですけどね、ちょっと時代を先取りしてる感ありましたけど、うん、今となっては全然ドアのデザインとかも攻めてないんで、確かにこれ5年乗っても10年乗ってもなんか見劣りしなそう、うん、でまだこう、はい、見た目も、はい、こう昔のレンジローバーをまだこうちょっと踏んでるかなと。あ、確かにちょっと継承踏襲してますよね、うん、大きく変えてきてないですよ、うん、まあ並べりゃ全然違うんだけど、なんか正常進化じゃないですか、うん、だからこう来たかっていう進化じゃないですよ ね、たまにありますからね、うん、BM のあのでっかいグリルとか、もう国産車なんかも全然違う車作ってきちゃったり。そうね、そのこの本当横のここの低さ、確かに、うん、見切りがすごく、そうなんですよね、ダッシュボードより1段低くなってますからね、うん、ドアが。だからすごく見切りがいいし、うん、視界もいいっていう。でこのミラーもどでかいミラーで後ろも見やすいし、で SUV でも最近後ろの視界悪いの多いじゃないですか、うん、全然そんなことがないっていう。で横からのシルエットあんまり大きく変えないですよね。そうだね、カクカクってしてる、うん、しっとりした感じは、いや本当に乗り心地いいんですよ。いいなぁ、だってこのセンターのトンネルとかもレザーっすよ全部、うん、シートがねしっとりっす。そして後ろのこの快適さはビビりましたマジで、うん、真ん中当然こう出っ張ってないし、うん、だからセダンよりあれっすね、後ろ快適っすね、うん、広いし、セダンってどうしてもこのトンネルのとこ出っ張ってるじゃないですか、うん、この車出っ張ってないじゃないですか。
これヘッドレストもこれ高さだけじゃなくて前後が電動なんですよ全部、うん、で背もたれもこの上半分だけ出したり引っ込めたりもできるんですよ、うん、すごっ。でもこの電動のなんかギミック壊れそうで怖い。そうだね、うん、あとこれあれですか、2020年式ってことはもちろん新車の保証もそうです、バリバリ残ってる感じですね。そうですね、なので、登録次第正規ディーラーで保証継承してからの納車形ですね。松木山さん的には故障のリスクもすごく減ってる車であるんですけど、さらにこう保証がついていれば、うん、安心して乗っていただけると。え、いいっすね。じゃあ本当にめちゃめちゃお買い得じゃないですか。じゃあそうですね。じゃあ普通に新車と同じ仕様を作ろうと思ったら結構多分時間かかりますね。ですよね、うん、それが即納で保証もついて、そうね、お買い得になってて、お買い得になってて最高じゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もうほんと早いもん勝ちだと思うわこれ。確かにこれすぐ売れそうですね。それじゃあ最後になりますけれども、はい、木村さん的にちょっとコメントが。そうですね、この車、まあ、せっかくなので、まあ、ボンドスタイルにしていきたいじゃないですか。まあそんなにゴテゴテやる必要はないと思うんですけど、ホイールあたりを、まあ、いいですね、マンソリー、まあ、最高です。22、23、うん、最高ですぐらいあたりで、はいはい、であと、まあ、便利グッズということで電動サイドステップを、そうですね、まあ、後付けできますんで、それをつけるとだいぶあの小さいお子さんとか、まあ、奥様とかもだいぶこう便利に使えるんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、電動だとこう普段しまっとけるん で、ね、ビジュアルも大きく損なわないですからね。パッと見はもうついてるかついてないか分かんないですからね。でさっとこう出てきますんで、はい、当然今レンジローバーお乗りのお客様もその単体で取り付けなんていうのもできますので、できますできます、お気軽にお問い合わせください、はい。というわけで今回はレンジローバーオートバイオグラフィーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。